はい、こちらはね、城下町の城山の見晴らし公園です。まあ、今いるのはね、一番左の方の、まあ、西自由広場ですね。これ、臨時のヘリポートにもなりますね。やっぱり防災公園ということでね、あと、防衛省の補助金を受けています。まあ、こういったね、東の自由広場、まあ、臨時ヘリポート。古墳広場なんてあるんだね。あ、だいぶね、これ、大規模な公園ですね。じゃあ、行ってみましょう。駐車場はそこですね。まあ、ほんの10台ばかりしか止められないですよね。まあ、ここにはね、八重桜。もうね、まあ、季節が終わって、花びらが、まあ、ちらほらと待っています。でもこんなによく咲くんだね。まあ、赤城山方向です。まあ、そちらにはね、ふわふわ、まあ、ドームかな。まあ、お子たち人気ですよね。まあ、一段とね、高くなったところがあって、まあ、そちらにね、まあ、史跡表ありますんで、まあ、ちょっと頑張って行ってみましょうね。大野以上、ここは南下麻大藪の通称城山と呼ばれる標高 349.4m の丘陵地である。南北朝時代、この地に生まれ足利氏ゆかりの武将桃井直常が居城を築いたところと伝えられ、桃井城または大藪城と言われ、新東村山古田の桃井城または山古田城と言われる城と密接な関係にあった。ま、直常は弟直信とともに足利尊氏に従い、京都の六原丹大を滅ぼし、その後尊氏の弟忠義に従って南朝に協力し播磨守となり、また越中守護となり、北朝の尊氏方と戦い、晩年は播磨、新東村に隠棲したと伝えられている。まあ、城跡は農地開放のため開発が進められ、ほとんど原型を残していない。まあ、こういった感じでね、左には縄張り図。ここはね、物見台です。そしてね、そこのところにね、三角点があるんですよ。で、物見台のところにもね、まあ、三角点のマークがついてるんですよ。まあ、標高 248.3 ってあるかな。こういった場所です。もう何度も紹介してますけどね。まあ、ここは古墳公園って名前がついたのかな。まあ、前方後円墳の、まあ、鍵型をしてるんだけど、まあ、古墳っていうわけでもなさそうですね。まあ、ここはね、桜の木があって、前来た時はまだ、まあ、草ぼうぼうというか、すごい状態でしたね。向こうはね、前橋方向。じゃあ、景色を見て、おしまいにしましょうかね。そちらがね、桃井城址の、まあ、説明版。赤城山方向。まあ、東側になりますね。あそこは大藪貯水池ってあったかな。そして広めの駐車場もあって、そこが、まあ、東側のヘリポートかな。ここは東を向いてるから、まあ、新年の、まあ、初日の出にはいいですね。
い、群馬県庁ですよ。わかりますかね。どこでしょう。なかなかね、こういった建物を見つけるのは難しいんですよ。今ね、日差しがね、まあないとはいえ明るいんで、気象モニターがね、見づらいんです。はい。群馬県庁バベルの塔。すごい建物だね。うん、そしてここはね、吉岡町の水道施設ですね。敷島浄水場にもね、こういった似たような、まあ地上からね、こういった換気扇みたいなのがね、突き出ている、まあ、こういった一角があってね、これね、まあ浄水道の、まあタンクっていうかな、それが埋設されているんですね。すごいよね。まあ、こういったところから各家庭に何気なく、まあ、蛇口をひねると水が出てるんですね。はい。このような、まあ、整備されたばかりの、まあ、見晴らし公園ってやったかな。はい。大藪城跡からお送りしました。ご視聴ありがとうございました。